第7の封印は、1957年制作の、スウェーデン映画、イングマール・ベルイマン監督作品。土着信仰とキリスト教信仰が混在する中世の、北欧を舞台に、十字軍の遠征から帰土についた騎士と、死神の対決を通して、神の存在を問いかけた作品。撮影風景前作の、夏の夜は三旅微笑むが、 カンヌ国際映画祭の特設賞である、史的ユーモア賞を受賞し、工業的成功を収めたことで、自分の好きなように映画を制作できる自由を得た、イングマール・ベルイマンが、一転して、神の不在という実存主義的なテーマに挑んだ、問題作である。本作品でベルイマンは、前年の、夏の夜は三度微笑むに続き、1957年度の、 カンヌ国際映画祭のバルムドールに2年連続でノミネートされた。受賞はならなかったものの、本作品は同映画祭の審査員特別賞をベルイマンにもたらした。前作と第7の封印の2作続けての批評的成功は、ベルイマンの世界的な映画監督としての性望を不動のものにした。同時に映画中で重要な役柄を演じた。 マックス・フォン・シドーとビビアン・デ・ショーンの二人にとって本作品は彼らのキャリアを飛躍させる出世作にもなった。舞台は十字軍の遠征が終わってまだ間もない頃のスウェーデン。騎士のアントニウス・ブロックとその従者ヨンスは10年にもわたる無益な遠征から帰国する。そこで彼らが見たのは 国史病に蹂躙される祖国と神に救いを求め惑乱する哀れな民衆の姿だった。故郷にたどり着くと同時にアントニウスは彼の後を追ってきた死神の存在に気づく。アントニウスに死を宣告する死神に対して彼は自らの命を懸けたチェスでの対決を申し入れる。それはただ死を恐れた上での時間稼ぎではなく、 神の存在を確認し、トローに終わった戦役で揺らいだ信仰を取り戻すためのものだった。死神との勝負は長引き、その間の猶予を生かしてアントニウスは、妻の待つ居城へと歩みを進める。道中でアントニウスは、様々な人物に遭遇する。家族を薬病で失った、少女、下劣な犯罪者になり下がったかつての聖職者。 日破りの刑に処される魔女、薬病の蔓延を神の天罰だと考え自らを、鞭打つ狂信者たち、純朴な旅芸人も一家、破滅の予感に恐れをののく人々、妻に駆け落ちされた鍛冶屋などなど。そのうち少女と、旅芸人一家、鍛冶屋夫妻を一行に加え、アントニウスはさらに城への旅を続ける。だが、それは同時に。 彼に残された、猶予期間が終わりつつあることを意味していた。城を目前としたある夜、アントニウスは、死神相手に、チェスでの敗北を認める。結局彼自身の魂の救済も、神との対話も何一つ達成できなかった。アントニウスだが、旅芸人の一家を、死神から守ることには成功する。荒れ果てた城で妻と再会し、晩餐を取るアントニウスと、 その一行。だが無残にも死神が現れ、その場にいた者全員の命を奪ってしまう。翌朝死神の魔の手から、無事逃げ出した旅芸人のヨフが見たのは、死神に先導され呪術なぎになって、死の舞踏を踊るアントニウスら犠牲者たちの姿だった。旅芸人一家がこれからも無事旅を続けることを予感させて、映画の幕は閉じる。ありがとうございます。